結局ね、このエビとバナナで500円ぐらいかな。こんばんは。こんばんは。ということでね、今日はもう夕方なんですけど、今からちょっとね、ナイトマーケットに行きます。ロブスター、 but I make a special masala as well and that one's a crab claw but it's only meat. This is a scallop. I have some mussel and that one the chicken but we make a tikka spices, the spices from India. すごいな。 and this one the chicken but またチキンかい。 spicy. Yeah, yeah. スパイシーチキンね。 spicy chicken, yeahAnd that one is normally a chicken. With chicken, yeah, chicken, chicken, chicken. Yes, this is a duck. Ah, and okay. This one is duck. Oh, duck, duck, duck. Good, good. Chicken, yeah. Yeah, but see you in him. Yes, he. And this is a liver. A liver. Tuna fish. Fish, we have a blue marlin, we have a barracuda, and the fire. See? My brother, I cook in there. Banana, plantain, I mean, that's sweet. Yes. This is the mince, I mean, the corn. But the rafiki. トウモロコシね。Wherever you go, it's similar, like blue one.じゃああれな、いろいろなシーフードがこう並んでんだ。で、自分の欲しいやつをピックアップして焼いてもらうんだね。ロブスター。いや、ロブスター。That's expensive. Not expensive. Not expensive. Yeah, much more than that. Yes. I have a ticket. Like a plane. あとでもう一回見るか。We just arrived. We want to go. とりあえず見に行く。Let me just tell you something. Wherever you go, the same like this one. But I promise, my...You promise yours is best? Yes. Okay, yes. We will have back a look. Hakuna Matata, but you didn't told me which country? Japan, and you? German. Alexa? Leka Leka? Alexa. Nihon arigato. Nihon arigato. Nihon. Mata adore kuru ne. Oh, hi.Fish, kingfish, barracuda. ここも一緒や。あ、でもなんか魚売るやん。This one. チャング。You know チャング? I don't know. Local fish? Red snapper. チャング。ここにもあるよ。全部一緒だね。全部一緒だな。全部一緒。どこのお店でも同じことを出してるから、だからみんな必死に声かけてくるんだな。声かけて、みんな一緒のもん売ってるから、外国人見たらとりあえず自分のお店に引き連れて売らないと他のお店で食べられちゃうから、そうですっていうナイトマーケットだわ。楽しい。もう一度見てみます。今ね、こうナイトマーケットあるんだけどね、こっちはねもうすぐ海なんだよね。ナイトマーケットでご飯買って、この海沿いのベンチで座って食べるっていうね、最高ですよ、最高。今せっかくだからね、ザンジバルピザを頼みました。オニオン、キャロット、チリペッパー、トマトフレッシュ、ビーフ、マヨネーズ、インワンエッグ。 OK。 あ、こんなで、今生卵を入れて混ぜてます。今ひっくり返しましたね。パンケーキみたいだね。違う、ガレット。パンケーキ、ガレットやって、パンケーキ、ガレットだっつったのよ。今ね、こうかなり日が暮れてね、ほんとナイトマーケットみたいになってきたね。いい感じだね。めっちゃいい感じ。ほぼ出来上がりました。このようになるピザー。ちなみにこのザンジバルピザはね、4000シリングなので200円です。なんかね、もう雰囲気はね、日本の地元の祭りの屋台に来てる感じ。めちゃくちゃいい感じです。早速ね、ザンジバルピザいただきます。うまい。日本のお好み焼きだね。中がシャキシャキの野菜が入ってて、外はちゃんとなんか生地が焼けてるからもちもちしてるよね。めっちゃ美味しい。外もちもち、中シャキシャキ、グッド。これおたふくソースかけたら本当にお好み焼きになっちゃうっていうようなね、味です。 Do you remember me? I don't remember you. Okay, I don't remember. Sorry, you don't remember. Okay. This one, the chicken, this one, the chicken spice. This one, the ginger beef. This one, the liver. This one, the chicken. また同じ説明が始まりました。知らない、こんなけど。This one, the
なんかね、値段が違うらしいよ、この店と他の店で。で、値段が違うときにみんなが言う言葉は、俺の店はフレッシュなんだ、フレッシュなんだ。これね、多分結局ね、このシーフードとかいっぱいあるけど、バナナ焼いたのが一番うまいと思う。このエビとバナナで、500円ぐらいかな。日本の熊本。熊本、ザンジバ。ザンジバは熊本。なんでやねんって。なんで熊本やねんって。今ね、焼いてもらってます。今、ピザ食べて、シーフード食べて、で、私はデブだから、デザートを食べなきゃいけないよ。その通り。で、嬉しいことに、めちゃくちゃ美味しそうな。そう、めちゃくちゃうまそうなね、デザートあるのね。さっきのピザ生地の中に、フルーツ入れて焼く感じなんだけど、なんか、ヌテラピザとか、バナナヌテラとかね、カシューナッツバナナヌテラとか、アーモンドヌテラ。景色なバナナヌテラ、OK。カシューナッツバナナヌテラにしました。これはニャンマ。めちゃくちゃいい匂いするね。日本で買うクレープみたいな味はする。めちゃくちゃうまい。A few moments later。 はい、ちょっといろいろ食べましたね。お腹いっぱい食べた。めちゃくちゃ美味しかったわ。でね、このナイトマーケット今ね一周してきたんだけど、まあ、基本的にはね100個以上のお店が並んでます。ただね、やってるお店は3種類、クレープ屋さんとシーフード屋さんとケバブ屋さん以上です。っていうのはね、ザンジュワルのナイトマーケットでした。ただザンジバル来ることがあればね、おすすめです。安いし、うまいし、まあ、人もにぎわっててね、雰囲気いいしね、はい、おすすめです、おすすめ。ということでね、今日の動画はこの辺で終わりにします。おやすみなさい。おやすみなさい。わたがし売ってる。俺、わたがし日本のものだと思ってたけど、違うよ、ドイツとかにもあるよ。意外と海外に売ってんだね。最後はね、わたがしで締めて終わります。はい。おデブ。ザンジバルの海最高やー。